同格でも強いエリババが格上で出てきた時の絶望感やべえんだよな。もうね、あれはね、もう諦めていいんじゃね。マジでなんかメガナイト11レベルとか落とした瞬間もうしゅんどきするから。メガナイトエリババ13はマジでちょっと上手い人が格上で使ってきたら勝てません。ヘイヨーキャンツメッシュ、私今日までくらいやっていくんですけど、今日はですね、まあロイジェイ使っていこうかなと思います。今ね、トラーゲンにいろんなデッキでしてて、このレイフグとか、あとはゴブジャイ PP、あとは、シンエタリオフだったりゴレだったり使ってるんですけども、まあもろもろ紹介してたので、次はねロイジェイを改めて紹介していこうかなと思います。ゴブドリが流行ってた時にこのね、あのメガゴのところをダックプリにして使ってたんだけども、このメガゴ型も強い。なんでかっていうと、今ねロイホグに対して強いこうバルーンが流行ってて、だからその空に対してのメガゴをしっかりとしないとやばいよねって言ったところでやっていこうと思います。ということでいきましょう。まあライトニングかファイボかみたいないろいろあると思うんですけど、ライトニング結構強いんでおすすめでございます。さてやっていきますか。トロフィーあとね300で8000いけるんで、まあなんとかね今シーズンの8000いきながら目指せるところまでね目指していこうかなと思います。まずはおっと、これ読みじゃねえからな、読みみたいになったけど大丈夫か。これまさか起動できたか、トリトンで。相手枯渇ですね今回。メガゴ出しつつ、メガゴ出しつつ、なるほどね、アウプリか、ちょっと厄介ですね。よいしょ、これ処理しきれるかな。それはないっす。はい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 、いい感じに来ねえか。まあこうだね。これでまあ豚カウンターでいきましょう。これがねやっぱ結局マザネクの強いところだからね、この豚カウンターがありえないほど削りにくくからね。よし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 、オッケー。メガゴだけで処理できるかな、いけるなこれ、いける。あー痛ぇ、これマジで痛ぇ。あー本当にふざけてるわこのゲーム、マジでプリンス痛すぎだろ。あーガチか今の。あーつらー、つらすぎやろ。とりあえずこれいってあげて、まあこうかな。ライトニングも打ってあげて、なんかプリンプラスのあれが来そうなんでこうかな。ロイジェ行くかな、こうだね。プリンスこうだね、よいしょ、またこうですね。ウッドこう使うとよくねえか、ウッド使ってもいい。いやーこれなんかライトニングで削っときたいな正直。そいつから持ってった、じゃあこれはもうロイジャ行っておしまいかな。まあ、これでディーンディーンって仕上げて、ロイジェイとウッドで終わるはずだったんだけど、ちょっと様子がおかしい。あぶねえ、あぶねえ、あぶな。あ今俺やったなと思って、なんか負け筋ってあそこのロイジェイ入らないことだよねって感じだったんだけど、危ねえマジで。うわセーフセーフセーフです、はい。危な、あの最後のライトニングちょっとやってたね。いや途中ありかね、ウッド使わずにマザネクでロリボバーじゃバレル全回収だったかな。アウプリ強くない、アウプリ今めっちゃ強いと思うんだよね。
流行ってるもん、アウトロープリンス枯渇。アウプリなー、マジでなー。いや俺やっぱ吹き矢とプリンセスネズミが一番嫌いかなー、アウプリは。さてウッドだけ、あーウッド、あーロリフグっぽいねこれ、流行りの。さっきチラッと見せた。だとすると、ロリフグだね。いやーキングギドしてーなー、これ終わりか。いやーでもムートとかに対して一応トリトン抜ける。いやーこれでもロリフグきつそうだけどね。ファイボクル、檻とムートがある。いやこれきついな。引き寄せてスケドラマだ。あーなるほどね、こうかな。お願い起動させて。ナイス、オッケー、準備は整った。これ多分絶対しないといけない起動で、マザネク出しとくか。ファイブ打たれて、檻にまあライト打ってねじ込むのもあり。まあこれは一旦これで様子見しようか。檻使った、ここじゃね。めっちゃ入ってる。いやーきっちいな。あーロイフグで終わりか。いやーこれファイボじゃないと勝てねえな。とりあえず諦めはしないけど、めちゃくちゃきつい。まあ、ダクプリだったらワンチャンなんかな。これ多分無理だね。クソ相性だと思うわ。回転的に考えても無理だし、多分無理だな。これワンチャン、ワンチャン出すならここだね。あー相手そこで折り替えてきてるのうまいね。 GG です。これはもう無理です。これ引いたら多分勝てません。ただライトニングにしてる理由はまあいろいろあるね。ファイボの方がいいんかな。いやそんなことはない。まあ、ファイボでもいいよ、そりゃ。ファイボにしよっか。ああ、これで勝てねえやつ来たらだるいぞ。ファイボで困ること。スパーキー、いや、エリゴレ、ライダー、ゴレ。ゴレは言うてどの道結構発狂するから。ライトニングだった理由は一応テスラとかぶっ飛ばすためだね。テスラとゴボリを飛ばすためなんだけど、ロイフグ引いたら負けっていうのがちょっと腹立ってきたんで、ファイボにしますわ。さっきの2個目のデッキもう一回来て勝てねえかな。あれ強えんだよな、マジで。あれ強いけど、難しくて俺使えねえ。いまいち、わからん使い方が。さあ、ウッド使って、だいぶ環境のデッキもね、もうね、あれだね、同じようなんばっかになってきたね。うわぁ、これケツトリトンやっても万が一やげちゃいきたら発狂するんで、メガ送られるかな。メガゴクラ入ってあげて、スケドラ。まさかスケドラだったらまあ期待できちゃ、できるっちゃできるけどな。あでも違うか。あーね、これかな、これか。あーこれだ。
ファイブ打ってあげて、エゲスピで、金起動して、よいしょー、これは美味しい。まあ、こういう時も今のファイブの方が良かったもんだから、ファイブの方が強いんじゃね。さては、さて、こっからだぞ。大事に行こう、大事に。スケドラ、ベビードラ、まあ、メガゴ使う。これはロイ行くかどうか、行かない。これはマザネクトスケで回収してから組み立っていきたいね。マザネク、あー、ファイボなんだ。これ行っていいかな。ロイ出して、あーね、はいはいはい、で、よっしゃ、守れた。あー、ロイジェインのだるい。ロイジェインじゃなくて、あいつ次のだるいな。これは2周目回せば OK。 はい、どっちから来る？エリババから来るやん、多分。これさ、もう一周回せば勝ちだね。一応これしといて、OK、勝った。あぶね、おっしゃー、OK。 あぶねー、なんか俺がだんまりしたやつみたいになってない？大丈夫、いい感じじゃない？ということで、まあちょっと3試合いったんだけど、枯渇は言うてやっぱ勝ちたい。でも、ファイブの方が多分今強いね。うん、これ、うん、高回転ロイジャーね、結構強いと思うんで、ロイジャー使いたい方はぜひ使ってみてください。ちょっとね、残りの日数で8戦まで頑張ってあげようと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつぶしまいまいまたねー。